ぼんやりとした無常の中で一つの星が私を照らした。
一緒に写真を撮りに行く？倒し速報。ヘルタファンの皆さん、こんばんは。緊急ニュースをお伝えします。偉大なる天才クラブ会員番号83番ミスヘルタが宇宙ステーションで襲撃され行方不明になりました。なお現時点で本件の犯行声明を出している組織はありません。これにより多くのヘルタファンが管理職の怠慢と不作為に強い抗議と非難の声を上げています。
ザンダーワン桑原、天才クラブ会員番号1番。私の純粋な敬意を表そうと彼の肖像画を飾った。彼がいなければ今の天才クラブはなかったでしょうね。正直なところ彼にどのような功績があるのかは知らないの。彼の著作や発明は全く伝わっていないから。でもクラブの創始者にはそれなりの地位を用意するべきよね。オルカ・カカム、天才クラブ会員番号4番。謎に満ちた女性で無視できない数のクラブのメンバーが彼女の手にかかって命を落とした。もう長いこと音沙汰がないけれど、私は彼女が生きていると信じている。ねえロード・オブ・サイレンス、あなたがここに来たら、あなたがこれを聞いていたら、私は会員番号83番ヘルタ、あなたに会いたいと思っているの。あなたと私には共通の話題がたくさんあるはず。これは計画的な襲撃ね。結論、敵の目標は宇宙ステーションですが、手段はまだ分かりません。その通り。それが彼女を必要とする理由だ。ヘルタの人形が襲われる前、最後にあれを見たのは彼女だからな。あんたは？こちらはカンパニーの学術代表、博識学会のレイシオさん。意識を取り戻したばかりでまだぼんやりしているようだ。いくつかヒントを出そう。また会ったな。僕のことを覚えているか？いや、覚えていなくても構わない。期待しているわけではないからな。疑問だらけだとは思いますが、慌てる必要はありません。アスターさんが順を追って説明してくださいますから。これまでのことは大体わかってるわよね。数システム時間前、ミス・ヘルタの人形が謎の襲撃を受けて行方不明になって、今も信号の位置を特定できない状態なの。ヘルタはこの件は気にしてないみたいで、今は出かけてるの。事件が発生する前、彼女はカンパニーから招待を受けたようでした。技術開発部か。アポリは有能だが、部下は素人の集まりなんだ。野心的で情熱に満ちてはいても、いかんせん頭が足りない。せいぜい原始人レベルといったところだな。彼らはヘルタと協力して何かを進めたいと考え、僕にその技術顧問を務めてほしいと頼んできた。あのお利口クラブの連中がどうやってカンパニーの財産を浪費するのか間近で観察できるとくれば、当然喜んで承諾したとも。だがタイミングが良すぎた。おそらく誰かから情報が漏れ、襲撃者に利用されたんだろう。ヘルタはこういう騒ぎには慣れているようだったし、僕も興味を惹かれてしまった。レイシオさんが学会の逸材だということは前々から耳にしてたから、協力してもらえるなんて光栄だわ。お世辞はいい。時間は貴重だからな。そもそも天才の前で凡人の逸材について語るなど、僕には少し滑稽に思える。そこの君、教えてくれ。最後に人形を見たとき、君は何をしていた？
とぼけないでよく考えるんだ。そういえばあの時私は。そうだ、もう一つお願いがあるんだった。例の器物がなくなっちゃって放っておくわけにもいかないから、時間があったら探してほしいの。あなたならできるでしょ。忘れるといけないから改めて説明するね。それはで実体はないけど命があるの。その痕跡を見つけたら私に信号を送って。ヘルタに気になることを言われた気がするけど思い出せない。いくつかヒントがあればもしかしたら。じゃあ私は出かけるから、あとは頑張って。誰かに手伝ってほしかったらアスターに聞いてね。記憶が曖昧になってる。あのあと何をしたんだっけ。ヘルタはアスターの名前を出したような。そうだ、確かアスターに会いに行ったんだった。忘れるといけないから改めて説明するね。それはで実体はないけど命があるの。その痕跡を見つけたら私に信号を送って。ヘルタに気になることを言われた気がするけど、いくつかヒントがあれば。じゃあ私は出かけるから、あと。これはヘルタに会った時の記憶だ。でも細かいことは思い出せない。とりあえずその後でアスターに会いに行った時のことを思い出そう。実体はないけど命ある器物？ごめんなさい、すぐには思いつかないわ。あ、会主家や密館家の人なら何か知ってるかも。ちょうどシンクルさんとが近くにいるから彼女たちに聞いてみたら。アスターは会主家と密館家のスタッフ二人の名前を挙げたみたいだけど。一人は思い出せないけど、もう一人はシンクルだった。彼女のことなら覚えてる。このうじうじした人たちと来たら画面越しに騒ぎを起こすことしかしないんだから。正体を突き止めたらただじゃおかないわ。実体はないけど命ある器物？それって偽命令のことじゃない？あ、今はウーウーボって呼ばれていたわね。こう言ってはなんだけど、私は会主家の室長でも会主家で一番器物に詳しい人間というわけではないの。アドラー君に聞けばもっとたくさんの手がかりを得られると思うわ。でも最近何かの超常現象の調査に夢中みたいで、ずっと姿を見てないのよね。ダメね、お客さんにこんな情けないところを見せてしまうなんて。宇宙ステーションは襲撃事件から立ち直ったばかりで、ただでさえ問題が山積みなの。それなのにわざわざスタッフたちの気持ちを煽ろうとする人がいて、管理職に対する不信感も日に日に強まっているから、アスター所長もかなり悩んでるんじゃないかしら。あなたにこんなこと言ったってどうにもならないわよね。これは私たちが自分で解決しないといけないことだから気にしないで。
アドラアドラ、そうだ、それからアーランにも会ったんだった。アドラーはアーランと一緒にいて、確かあれは時、アドラーはアーランと一緒にいて、二人は何かの事件に巻き込まれてた。なんだと？あいつ一人でペペを連れて現場に行ったのか？どうしてあいつを？焦る気持ちはわかりますが、そう慌てないでください。俺は犬の散歩だ。俺は散歩だ。俺は犬の散歩をしている。俺がその犬だ。隠したいことでもあるのかな。何かごまかそうとしてるみたい。ところで、俺に何か用か？え、君もアドラを探してるのか？偶然だな。実は俺たちもなんだ。それにしてもあいつも肝が据わってるというか、勝手に現場に調査に行くなんて。あ、いや、それは危険じゃない。危険なんてあるはずないだろう。アーランさん、もう隠せません。やはり貴様は黙っていろ。歩きながら話そう。アドラーに何の用だ？失われた器物。なるほど、それならあいつに聞くべきだな。任せて、好きに動きなさい、タンコ。姉ちゃんと一緒に戦える。
気をつけろ。このエリアの雲を切る。盛り上がってるじゃん。もっと叫びなさい。ごめん、ちょっと失礼。戦闘は精巧なデザインなの。はっ、たっ、ここ。鉄は熱いうちに撃て。はあ、この曲をあなたに。ほら、塩分補給。遠くに行くためならどんな手段でも全部使ってやる。えい。すっきりした。ちゃんと直さないと。順番にね。勝負を決めるのは剣じゃなくて人だから。体幹発。盛り上がってるじゃん。ハイになれ。リラックスして深呼吸。全部剣心に叩き込んだ。違う、この道じゃない。あそこだ。やはりトラブルが。行くぞ。ステージを邪魔しに来たの？己を解き放つ準備はいい？反抗も陽動も霊楽も全部逃がさないわ。分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。好奇。もちろん誰でも構わないわ。やれるか試してみる。やっ。ハイになれ。ほら、塩分補給。ありがとう。全員焼き切ってあげる。軽傷よ。手段でも全部使ってやる。えい。すっきりした。ふっ、せい。はあ。勝負を。はあ。この曲は。観測の記録を開始する。リラックスして深呼吸。ありがとう。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん
私もよ。鉄は熱いうち。もっと叫びなさい。目標出現。最終の準備を。ほら、塩分補給。すっきりした。盛り上がってるじゃん。己を解き放つ準備はいい？反抗も陽動も霊絡も全部愛になれ。全員焼き切ってあげる。雲を切る。観測の記録を開始する。リラックスして深呼吸。ありがとう。戦闘は精巧なデザインなの。もちろん誰でも構わないわ。どれだけやれるか。この曲はあなたに。ちゃんと直さないと。ふっせい。はあ。ペペ、大丈夫か？そうだけど、どうかしたのか？器物のことで聞きたいことがあるそうだ。先に二人で話すといい。アドラー、ペペは預けたぞ。頼んでいた調査の件は？安心してください。手がかりなら見つけました。後で話しますね。まだ何か重要な情報が欠けてる気がする。それで、どの器物について知りたいって？手がかりはそれだけか？抽象的すぎる。抽象には抽象ならではの美しさがあるんだ。回収家の室長には聞いたのか？間違ってはないと思うけど、正しくもなさそうだな。あれ、ここで私はなんて言ったんだっけ？あ、ちょっと待って。今すごい推測が浮かんで。あ、いや、まずは検証してみないと。今日はここまでにしよう。また後で連絡する。アドラーは何かしらのヒントを得たみたいだけど、それよりも私は誰から何を聞いたんだろう。もう一度最初から思い出してみよう。何か見落としがあるかもしれない。そうだ、確かアスターは他の名前も挙げてた。
アーランとアドラーに関する記憶は少し曖昧だから、アスターが言ってたもう一人のことを思い出さないと。実体はないけど命ある器物？ごめんなさい、すぐには思いつかないわ。どう？欲しい情報は手に入った？なるほど、シンクルさんたちはそう考えているのね。それなら少なくとも手がかりにもなるんじゃない？私の部下たちは優秀でしょ。地上茶飯事だから気にしないで。レギオンの件があってから疑念の声が収まらないの。物理的な損傷は修復できても、人の心の傷を癒すには長い時間が必要だから。襲撃の後、宇宙ステーションの管理や警備に疑問を持つスタッフが後を絶たなくて、再建と復興の成果もあってそういう騒ぎも収まってきたと思ってたんだけど、最近スタッフが立て続けに失踪してるせいでまた不安が広がり始めてるの。ええ、わずか数日の間に4人のスタッフが失踪した。外回りの記録もなくて、ただ忽然と姿を消しちゃったのよ。せっかくみんなが事件から立ち直ってきたところなんだもの、不安が広がるといけないから情報を統制して防衛課に秘密裏に調べさせてるってわけ。でも見ての通り、この密閉された缶詰の中に秘密を封じ込められる壁なんて存在しないのよね。一度失った信頼を取り戻すのはゼロから築き上げるよりはるかに難しい。だからこそ焦ってるの。この事件の背後には、この機会に世論を煽ろうとしている人物がいるんじゃないかって心配になっちゃって。でも今はそういう人たちを見つけ出すことよりも事件の真相を究明することの方が重要ね。ううん、大丈夫。あなたまだミス・ヘルタの依頼に対応しないといけないんでしょ。気持ちだけ受け取っておくわ。そうそう、今言ってたことだけど、私も聞いたことがあるの。一緒に調べてみましょう。宇宙ステーションの問題は何とかして解決しないとね。やっぱりシンクル以外の人にも話を聞いたんだ。ただそれが密艦家の人ってことしか覚えてない。シンクルじゃないもう一人は密艦課のスタッフのはず。早く誰か思い出さないと。シンクルじゃないもう一人は密艦課のスタッフのはず。早く誰か思い出さないと。その人の正体が重要になる。もしかしたら全てを結びつけられるかもしれない。あれ、どういう風の吹き回しですか？
お久しぶりですね。ちょうど会いたいと思っていたんですよ。え、そんなことないって。このくらい普通で。それなら適切に処理しました。お金さえもらえるなら私は何だってやりますからね。これが頼まれていたアカウントです。まっさらでクリーン。内部ネットワークへのアクセスも問題ありません。その分かったから。何か用があるなら言ってもらえる？それは過大評価しすぎではないでしょうか。私は内部で買い物をするついでに元手のいらない取引をしたにすぎませんから。細々とやっているだけで大したことではありません。ただもし学会で成功を収めても私のことを忘れないでくださいね。何回目？これで何回目？こんなこと言いたくないけど、あんまり調子に乗らないでよね。ここもだ。記憶の中にある言葉の断片が混ざり合ってる。まさか関係ないことまで一緒くたに覚えてるの？思い出した。もう一人はエミリアだ。あの時彼女はベース部分にいた。忘れるといけないから改めて説明。その痕跡をヘルタにいくつかヒント。じゃあ私は出か。あの時エミリアが言ってたことを思い出してみよう。あなたと来たらなんて素直で可愛いんでしょう。え、そんなことないって。このくらい普通で。おやおや、私のような年寄り相手に謙遜する必要なんてありませんよ。日韓家の若手がどんなにテキパキしていようとあなたにはかなわないでしょうね。分かったから。何か用があるなら言ってもらえる？この資料の束を見てもらえませんか？どこの気の利かない若者か知りませんが、字がこんなに小さくて。この年にもなると目が霞んでしまうものですから、もしよければ。何回目？これで何回目？こんなこと言いたくないけど、あんまり調子に乗らないでよね。あら、また素直な若者が来てくれましたね。よかった。人は大いに越したことはありませんから。え？アスター所長に言われてきたの？実体はないけど命ある器物。器物のことなら開始課に聞くべきじゃない？日韓課と何の関係があるの？でも似たようなもののことなら聞いたことある。外勤の同僚が先週同盟にそういう生命体がいるって言ってたんだ。あくまでも聞いた話を伝えただけで、あなたを手伝うつもりはないから。最近宇宙ステーションの雰囲気がどんどんおかしくなってきてるの。だから不用意に誰かの肩を持つのは危険なんだよね。エミリアが言ってた先週の生命体、それがアドラーにヒントを与えたものみたい。アスターが言ってたスタッフの失踪もアーランの調査に関係してるはずだよね。今なら全てを結びつけられるかもしれない。エミリアが言ってた先週の生命体、それがアドラーにヒントを与えたものみたい。
真相追求のため俺を追いかけてくるだろうとは思っていたが、すまない、いろいろと事情があってこれ以上は話せないんだ。秘密の任務ということしか教えられない。やっぱりアーランが何か言ったのをぼんやりとだけど覚えてる。確か私が忘れていることに関係する何かだった。すまない、いろいろと事情があってこれ以上は話せないんだ。秘密の任務ということしか教えられない。どうして知ってるんだ。そうか、貴様もお嬢様のプレッシャーに気がついたのか。いや、正直に言ってかなり厄介なことになっている。監視カメラを調べてみたが、失踪したスタッフがいなくなる瞬間は映っていなかった。唯一の手がかりはアドラーの発見だな。実は失踪事件の発生直後、宇宙ステーションの自動消火システムが一時的に作動した記録が残っていた。つまりどのスタッフの失踪も不可解な発火現象と同時に起こっていたということだ。そして聞き込みをする中でそれを裏付ける目撃証言もいくつか出てきた。彼らは言っていた。あれは人体の自然発火だと。会主課の室長には聞いたのか？間違ってはないと思うけど、正しくもなさそうだな。あれ、ここで私はなんて言ったんだっけ。間違ってはないと思うけど、正しくもなさそうだな。ああ、そうだ。それは採用って呼ばれてる。どっちもエネルギー生命体だから、強いて言えばウーボも採用の親戚になるかな。あ、ちょっと待って。今すごい推測が浮かんで。あ、いや、まずは検証してみないと。今日はここまでにしよう。また後で連絡する。人体の自然発火、それが事件の全貌ってことなのかな。一応最初のヘルタとの会話を思い出してみよう。もう一度最初から確認しよう。ヘルタとの会話に戻って。忘れるといけないから改めて説明するね。それはで、実体はないけど命があるの。その痕跡を見つけたら私に信号を送って。ヘルタに気になることを言われた気がするけど思い出せない。いくつかヒントがあればもしかしたら。忘れるといけないから改めて説明するね。それはエネルギー生命体で
実体はないけど命があるの。その痕跡を見つけたら私に信号を送って。重要なのはそこじゃない。うん、天才クラブと関係がなかったら私だって構ったりしないのに。じゃあ私は出かけるから、あとは頑張って。誰かに手伝ってほしかったらアスターに聞いてね。随分と冗長で退屈な説明をありがとう。さぞ疲れたことだろう。少なくとも僕は聞いていて疲れた。要するに君がヘルタと最後に会ったのは彼女のオフィスだった。君は依頼を受け器物を探して奔走したが、他のことはアスターから連絡が来るまで何も知らなかったということか。それが君の主張だというなら僕から質問させてもらおう。そのことを証明できる人間はいるか？論理、ヘルタさん本人に証明するよう求めればよいのではないでしょうか。ああ、今すぐ動けば4システム時間後にはカンパニーのシャトルシップに追いつけるかもしれないな。つまり現時点では彼女の話が真実だと証明できる第三者はいないということになる。レイシオさん、あなたは常に先入観を持って質問する傾向がありますね。これは失礼。僕の悪い癖だな。学術研究に従事しているとどうしても一つの物事を信じることが難しくなってしまう。むしろそれを疑う方がはるかに簡単なんだ。経験からしてこれが最も効率的なアプローチと言える。否定的な心情を抱いて模索することもまた一種の探求だ。同じように僕たちが正しいゴールにたどり着くための助けとなる。本当に無実だというのなら答えることで自らの潔白を証明するといい。君の陳述によれば君がヘルタに会ったのは指名されて依頼を受けたからだ。思い出した。あの時。とぼけるくらいなら黙っていてくれ。君の陳述によれば君がヘルタに会ったのは指名されて依頼を受けたからだ。ヘルタを知ってる人なら別におかしいとは思わないと思うけど。人が話している時に口を挟むんじゃない。礼儀というものを知らないのか。君の陳述によれば君がヘルタに会ったのは指名されて依頼を受けたからだ。思い出した。あの時。とぼけるくらいなら君の陳述によれば君が思い出した。あの時。とぼけるくらいなら黙って。君の陳述によれば君がその依頼の内容は名前すらわからない謎の器物を探してほしいというもの。確かにヘルタは器物の名前を教えてくれなかった。別の話をしていた時にまるでついでみたいに口にしたんだよね。でも器物の特徴についてヘルタは詳しく説明してくれた。私の作り話じゃないことは明らかだと思うけど。
ああ、君には話の捏造なんて無理だろう。なんかバカにされてる気がする。その依頼の内容は、名前すらわからない謎の器物を探してほしいというもの。思い出した。あの時、とぼけるくらいなら、その依頼の内容は名前すらわからない。思い出した。とぼけるくらいなら、その依頼の内容は名前すら思い出した。とぼけるくらいなら、その依頼の内容は。だがヘルタのコレクションは星の数ほどある。彼女が普通の器物をそこまで重視するとは思えない。そうだね。でもそれは普通の器物であることが前提の話じゃない。言いたいことがあるならはっきり言ってくれ。正しい視点です。だがヘルタのコレクションは星の数ほどある。彼女が普通の器物をそこまで重視するとは思えない。思い出した。あの時、とぼけるくらいなら。だがヘルタのコレクション、器物そのものは重要じゃない。それが天才クラブに関係しているものだからこそ、ヘルタは特別に注意を払ってたんだよ。その器物はどこかの天才が作り出したものなのでしょう。論理、それは特別な意味を持っている。うん、この点は成立するようだな。その後君はこう言った。失われた器物を調べるためにアスターに助けを求めたと。そう、器物についての情報を集めるためにね。直接的な答えは得られなかったけど、アスターは適当なスタッフを紹介してくれた。その後君はこう言った。失われた器物を調べるためにアスターに助けを求めたと。思い出した。あの時、とぼけるくらいならだ。その後君はこう言った。思い出した。あの、とぼけるくらいなら。その後君はこう言った。失われた器物を調べるために。思い出した。とぼけるくらいなら。その後、しかし尋問が始まる前、彼女、その後君はこう言った。しかし尋問が始まる。レイシオさん、それは僕は彼女に聞いているんだ、アスター所長。態度が曖昧になってきたな。君の証言はもう信用できない。しかし尋問が始まる前、彼女はそれについて一切言及していない。思い出した。あの時、とぼけるくらいなら黙って。しかし尋問が始まる前、彼女、思い出した。とぼけるくらいならだ。しかし尋問が始まる前、思い出した。あの、とぼけるくらいなら。しかし尋問が始まる前、彼女はそれについて一切言及。だんだん興味が湧いてきたぞ。君が嘘をついているのか、それとも彼女が何か隠しているのか。アスターは意図的に隠そうとしてるわけじゃない。ただ立場上、公には話しにくいこともあるだけ。ほう、ヘルタの安否よりも大事なことがあると。ほう、この件にレイシオさんが関わることを黙認した以上、彼は部外者じゃないわ。大丈夫だから彼に話して。だんだん興味が湧いてきたぞ。君が嘘をついているのか。思い出した。とぼけるくらいなら。だんだん興味。反物質レギオンの騒動があってから、宇宙ステーションにいる人たちの心は不安定になって、管理職の人たちに対する信頼が失われてるの。
そんな時にまた深刻な事件が起こったりしたら、火に油を注ぐことになって内部の問題が完全に燃え上がるでしょ。ふん、道理でアスター所長が僕の関与を認めたわけだ。何しろ博識学会の代表は宇宙ステーションに関わることこそないが、立場はカンパニーと変わらない。市場にとらわれる心配もなく、宇宙ステーションの利益も守れる。一挙両得というやつだな。スタッフの連続失踪、防衛課の責任者であるアーランの任務については僕も聞いている。そう、アドラーを訪ねる途中でアーランに会ったの。アドラー？二級スタッフで開始課の室長が言うには、開始課で最も器物に詳しい人物なんだって。あの時アドラーは偶然アーランの連続失踪事件の調査を手伝ってた。それでそのアドラーとやらは君に答えを教えたのか？うん、アドラーは何か思いついたみたいだったけど、それから連絡はなかった。スタッフの連続失踪、防衛課の責任者であるアーランの任務については僕も聞いている。思い出した、あの時。とぼけるくらいならスタッフの連続失踪。思い出した。とぼけるくらいならスタッフの連続失踪。思い出した。あ、とぼけるくらいならだ、スタッフの連続失踪。だがそれは僕たちが議論している人形の襲撃とは明らかに無関係だ。二つの事件に関係がない？まさか。証拠は存在する。ある記録さえ調べられれば。だがそれは僕たちが議論している人形の襲撃とは明らかに無関係だ。思い出した、あの時。とぼけるくらいなら。だがそれは僕たちが議論している。思い出した。とぼけるくらいならだ。だがそれは僕たちが議論している人形の襲撃。いや、私の記憶が正しければアスターは謎の襲撃を受けて人形が行方不明になった。信号の位置も特定できない状態だって言ってた。行方不明、それってつまり失踪ってことでしょ？彼女の言ったことが何だって言うんだ？その二つが同一の事件だと証明したいのなら証拠を出してみろ。証拠ならある。アーランが連続失踪事件について調べていた時、奇妙なものを見つけたって言ってたの。スタッフがいなくなる前後に宇宙ステーションの自動消火システムが一時的に作動した記録が残ってたんだって。アーランはどのスタッフの失踪も不可解な発火現象と同時に起こっているって言ってた。え、でも宇宙ステーションに火災が起きた痕跡なんてないけど。そこが奇妙なんだけど。でも現時点でこの情報にはもっと重要な意味がある。直接的な証拠とは言えないけど、人形が襲撃された前後でシステム上に自動消火装置の作動記録が残っていれば、二つの事件が関連していると疑う十分な理由になる。二つの事件が本当に同一人物による仕業なら、君への容疑はかなり薄れる。だがそれは君が存在すると主張する記録がシステム上にあったらの話だ。それなら主制御室に行けばわかるわ。行きましょう。え、何の音？
ミスヘルタ単押し速報。緊急ニュース、緊急ニュースをお伝えします。ミスヘルタ襲撃事件に新たな進展がありました。アナイア・レイトギャングが今回の事件の犯行声明を発表、次の行動に移るとのことです。教会はこれを強く非難しており、聖官の神々は世俗を超越した存在、卑小な衆生になど目もくれない、不相の衆だけが各世界に壊滅の恩恵を浴びさせられるのだ。しかしこの恩恵を拒み、不相から逃げようとする臆病者は必ずいる。せいぜい逃げるがいい。どこへ逃げようと、いずれ破滅は訪れる。これは宣戦布告であり予告状だな。君たちは狙われているらしい。レギオンの余波が静まる前に、今度はアナイアレイトギャングの登場か。この宇宙ステーションは知恵よりも壊滅の運命と縁があるようだ。冥加大公アフリートはすでに滅びた星トフェトで生まれた生命体です。常に燃えているエンマ一族でナヌークを皇帝とみなし主と呼んでいますが、アイオーンからは見向きもされていません。哀れな狂人たちだ。いわゆるアナイアレートギャングにナヌークが見出す価値は、恋に花瓶を割ろうとする幼児にすら遠く及ばないかもしれない。この原始博士の評価を僕は支持する。エンマ一族は凶暴な性格で燃焼と破壊の本能がある。その中でもアフリートは特に邪悪で残酷だ。彼が率いる映画艦艇は同じアナイアレートギャングのヤペラーブラザーフットとも宿敵関係にあるくらいだからな。ヤペラーブラザーフット、その名前どこかで聞いたことがあるような。おそらく性格ハンターの指名手配書でしょう。彼らはブラザーフットの崩壊を招いたヤペラー反逆事件に関与しているとされていますから。ヤペラ宮殿が炎に巻かれて崩れ落ちた後、アフリートの勢力は日に日に拡大していった。これがただの偶然だと思うか。それと同じことが宇宙ステーションでも起きようとしている。エンマである彼にとって人体の自然発火などお手の物だ。スタッフや人形の失踪も計画の一部だろう。そしてその後は、その動画はすぐに宇宙ステーション中に広まる。見ているがいい。ほどなくしてヘルタは炎の海に沈む。信頼の破壊ですね。おそらく破壊されるのは信頼だけではないだろうな。このまま黙ってやられるのが嫌なら行動するしかない。君、僕についてこい。他に誰がいる？それともその二人をむやみに走り回らせて宇宙ステーションで事件が起きたと拡散したいのか？それは避けたいわね。私はここに残ってできるだけ情報が広まらないように抑え込むから、その間の調査はあなたたちにお願いするわ。
お腹すいた。業務用探索。こんなことになってしまうとは残念だ。ことは急を要する。何か必要なことがあれば防衛課も全力で協力しよう。失踪したスタッフのリストと彼らの詳細な情報が欲しい。それは構わないが、防衛課で彼らの身元や交友関係を詳しく調べてみても特筆するような共通点は見つからなかったぞ。アナイアレイトギャングは無法者の集まりだ。もしかしたら無差別に襲っているのかも。失踪したスタッフのリストと彼らの詳細な情報が欲しい。わかった。君が持っている、ここにある名前を覚えて情報通の友人を見つけ、失踪者たちのつながりを知りたいと言うんだ。さあな、それは君の友人次第だ。
他に何か力になれることはあるか。その開始課で最も器物に詳しい人物に会わせてくれ。それが彼も消えてしまったんだ。最初は特に気にしていなかった。何しろアドラーは普段からよくいなくなるからな。だがもう数システム時間が経つのにずっと連絡が取れないんだ。監視カメラでもアドラーの姿を見つけられなくて。最後にあいつを見たのは主制御部分。その時は大仏化の御精霊と一緒だった。案内してくれ。君、そのアドラーとやらが手がかりをつかんだようだったが、それを教える前にいなくなってしまったと言っていただろう。アドラーの失踪も襲撃と関係があるとしたら、彼は本当に何かに気づいていたのかもしれない。確かに、あの時アドラーのヒントになったキーワードはエネルギー生命体だった。明化大光も元素生命体の一種だけど、これはただの偶然なのかな。調べてみる必要がありそう。あいつ急に音信不通になるなんていい度胸してるわね。もう二度と顔を見せないで。アドラー君がいなくなっちゃったの。おかしくて、人体の自然発火とか超常現象とか研究してたみたいなの。私が呼んでも無視されることが多くて、ずっとブツブツ何かつぶやいてた。彼は何と言っていたんだ。確か異想がどうとか言ってた。異想？わけじゃないもん。でもあなたたちがアドラー君を探してるなら教えてあげる。最後にアドラー君を見た時ね、ずっとこの冊子をめくってたの。アドラー君が何を探してたのかはわからないけど、あなたたちの役に立ったらいいな。
その顔を見るにいい知らせではないようだな。なるほど。失踪したスタッフたちは管理職を非難するオピニオンリーダー的存在だったのか。それは興味深い。君が返信している間、僕も冊子を読み終えた。ここには何人かの天才クラブメンバーの生涯が記録されている。面白い情報がたくさん書かれていたぞ。そろそろ戻ってアスターやスクリューガムと話をした方が良さそうだ。何見てるの？私が誰だか知ってるの？こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるね。くるくるーっと。私がいいのね。ちゃんと直さないと。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。くるりんっと。もちろん誰でも構わないわ。鉄は熱いうちに撃て。
全部剣心に叩き込んだ。おかえりなさい。部下にダークウェブを監視させて、どうにか動画の拡散は抑えたわ。今のところ事態が深刻化するのは防げてる。それであなたたちの方はどうだった？楽観できない状況だな。別の言い方をすれば非常に悪い。もう時間がない。一旦現在の状況を整理しよう。これまでに集めた情報から見出せる突破口は3つ。まずはアドラーの失踪だ。彼は何か重要な手がかりをつかんだに違いない。アドラーまで。あなたはアドラーの発見が敵の注意を引いたと考えているのですね。まさしく。そして彼が発見したものが何かも分かった。まずはアドラーの失踪だ。彼は何か重要な手がかりをつかんだに違いない。分かった。答えは無理なこじつけはやめておけ。まずはアドラーの失踪だ。分かった答えは無理なく。まずはアドラー。次に被害者の居。まずはアドラーの失踪だ。分かった答え無理なこじ。まずはアドラーの失踪だ。次に被害者の共通点。まあこれはあまり気分のいい話題ではないな。気分のいい話題じゃないって？表面的な資料だけを見ると、この失踪したスタッフたちに共通点はない。だが彼女がウェブの閲覧履歴を調べたところ、彼らは全員宇宙ステーションのダークウェブのオピニオンリーダーだったことが分かった。それが何を意味しているのか、アスター、君にも分かるだろう。次に被害者の共通点。まあこれはあまり気分のいい話題ではない。分かった答えは無理なこじつけはやめ。次に被害者の共通点。分かった無理なこじつけは。次に被害者の共通点。分かった答え無理なこじ。次に最後に明化対抗の能力、すなわち人体の自然発火の秘密だ。この点についてはもう君も分かっているだろう。トフェとの閻魔一族、アナイアレートギャングの対抗アフリートにはもう一つ秘密がある。最後に明化対抗の能力、すなわち人体の自然発火の秘密だ。かつて栄華艦艇で起きた混乱では、炎の中からボートが現れたという目撃情報があったらしい。明華対抗の炎には何か特別な性質がある。そしてその性質こそ人体の自然発火の秘密なんだ。ほら、もう答えは目の前にある。この冊子には位相を移動できる炎について記されていた。各世界を焼き尽くし多くの炎の光栄を残したと。それは位相霊化、会員番号29番セセルカルの創造物です。彼女は素晴らしい天才で、賢く優しく、そして謙虚だったのですが、
残念なことに、彼女は人間の時間の概念で定義するとわずか29日しか生きられませんでした。イソーレイカは生まれてすぐに他の遺産に移り、戻ってきた頃にはすでにセセルカルは亡くなっていました。それ以来イソーレイカは遺産を移り続け、再び捕捉することは困難な状況になっています。この冊子には遺産を移動できる炎について記されていた。各世界を焼き尽くし。わかった。無理な この冊子には遺産。わかった。無理な この冊子には遺産を移動できる炎について。わかった。無理なこじつけはやめておく。この冊子にはその炎の火種こそヘルタの失われた器物に違いない。そして冥火大公はその炎の光栄なんだ。かつて偶然にも遺産霊下の痕跡を見つけ、その火の一部を捉えた人がいました。ヘルタさんはそれを受け取り、研究のためにルアン・メイさんに貸し与えましたが、そのことで霊下の火種をなくしてしまったのです。もしアフリートも遺産霊下の後裔であるなら、この事件の全貌が明らかになりますね。その炎の火種こそヘルタの失われた器物に違いない。そして冥火大公はその炎の後裔なんだ。わかった。答え。無理なこじつけ。その炎の火種こそ。わかった。答えは。無理なこじつけはやめて。その炎の火種こそ。わかった。無理な。その炎の火種こそ。おそらくアドラーは調査中にこの真相に気づいたんだろう。間違いない。ヘルタが君に探すよう依頼した器物は遺産霊下の火種だ。そしてアドラーはエネルギー生命体という観点から人体の自然発火と遺産霊下の関係にいち早く気づいた。おそらくアドラーは調査中にこの真相に気づいたんだろう。恩精霊によればアドラーはいなくなる前、遺産という言葉をずっと口にしていたという。その遺産はおそらく遺産のことだ。彼は冊子に載っていたセセルカルの特集を見て自分の推測を確かめたんだ。その後裔である冥火大公は遺産霊下と似た能力を持っている。これは推測だが、彼は遺産変換こそできないが劣化版の空間転移を行えるんだろう。これが人体の自然発火の真相。スタッフたちは消えたのではなく転移させられたんだ。被害者たちの行方はまだわからないが、ここまで来れば冥火大公の計画は明らかだ。突如として起こった相次ぐ失踪は混乱を助長させる絶好の温床だったに違いない。不安の種が芽を出した時、襲撃の声明を発表する。陰で広がっていた不安は表面に押し出され、さらに成長して実を結ぶ。そして次のステップはパン！導火線に火をつけ火花を見せることだ。失踪したスタッフたちを見てみるといい。彼らの共通点が露見すればどんな結果になるか、僕が言うまでもなく想像できるだろう。全ては仕組まれた罠。最初から宇宙ステーションで内乱を引き起こすことが目的だったのね。もう手遅れだ。
じゃあ。いいえ、まだ足りません。その通り、導火線につけるための火が足りない。火が足りない、どういう意味？ここで止めるならまだ弁解の余地はあるだろう。まあ僕としてはその機会を与えるつもりはないがな。まさか。どうしたの？火が落ち着いてください。アスターさんは転送されただけで命の危険はありません。実際に接触してアフリートの炎は原始的な霊化の火花であり、位相変換能力はないことを確認しました。ロンリ、アスターさんは今も宇宙ステーションの中にいる。あの炎はまだ宇宙ステーションのどこかにあるはずだ。それを見つけ出せば彼女を連れ戻す方法もわかるだろう。火花だと、天才の高慢な態度、気に入ったぞ。できるものならやってみるがいい。冥火太鼓は宇宙ステーションには来ていないようだ。混乱に乗じて冥火の塊をここに投げ入れ、スタッフを飼っていたらしい。冥火を消せば奴の陰謀もついえるだろう。私はヘルタさんのオフィスに向かい、器物収容室のフォールドスペースを開放します。パラメータを少しいじれば相手の転移ルートを遮断して宇宙ステーションに閉じ込められるでしょう。レイシオさん、あなたは彼女と一緒に行き、それを収容してください。メーカーも一種のエネルギー生命体だから、ビジュアライザーで痕跡を捕捉できる。それを追いかけよう。通路が炎に包まれている。ちょうど転移が終わったところのようだな。気をつけろ。炎の海に飛び込むぞ。まだ宇宙ステーションの中にいる。スクリューガムが言っていたように、あいつはここから逃げられない。窮地に追い込まれた獲物に対してどう対処すればいいか知っているか。最後の最後までとことん追い詰めるんだ。
まだ悪あがきするつもりのようだな。フォールドスペースの状態が変わった。これであいつがどこに逃げてもすぐに分かる。僕が質問する番だ。思考を止めてはいけない。目標出現、最終の準備を。ごめん、ちょっと失礼。さあ、全部あんたのために用意したのよ。試してみる？ほうけんざん！逃がさないわ。もう限界か。これに答えてみろ。あなたのために用意したのよ。
腰に刺されちゃった。いた。僕が質問する番だ。思考を止めてはいけない。目標出現。最後だ。塩分補給。ちゃんと直さないと。君たちの回答を楽しみにしている。これに答えてみろ。マイナスだ。失せろ。太鼓はもう炎を維持できなくなっているんだ。存在とは感知される。知識こそは万物の尺。真理を探り尽くし誤謬を根絶する。思考を止めてはいけない。0点だ。次。逃がさないわ。全部剣心に叩き込んだ。
この追跡劇もそろそろ終わりのようだな。ってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。もう限界か。これに答えてみよう。終わりだ。無知な愚か者どもは盲目的に費用を追いかけ、壊滅の恩恵が足元に落ちていることにも気づかない。どうりで主のレギオンが直接やってきても、この地を浄化できなかったわけだ。こうなった以上、私も自分が軽率であったことを認めなければならないな。だが次は私自ら訪れ、冥加でお前たちの罪を弔う。中に宿っていた微弱な意識が消えた。冥加太后はこの炎を捨てたということか。ん？いや待て。時間稼ぎのくだらない小細工か。いい加減にしてほしいもんだ。厳しく指導した方が良さそう。思考を止めてはいけない。観測の記録を開始する。
スして深呼吸。悪く。プラス5点。全員焼き切ってあげる。大地終わる。君たちの回答を楽しみにしている。これに答えてみろ。存在とは感知される。知識こそは万物の尺度。真理を探り尽くし誤謬を根絶。逃がさないわ。名店だ。次。よし、機を見計らって。遠くに行くためならどんな手段でも全部使ってやる。えい。悪くない。プラス5点。えい。止血しないと。僕が質問する番だ。思考を止めてはいけない。ほら、塩分補給。ありがとう。君たちの回答を楽しみにしている。これに答えてみろ。逃がさないわ。全部まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。順番にね。リラックスして深呼吸。ありがとう。遠くに行くためならどんな手段でも全部使ってやる。えい。ありがとう。にゃん。僕が質問する番だ。ちゃんと直さないと。引き切ってあげる。よっ。雲を切る。炎の中からボートが現れたという話だったが、この程度。原始博士の言葉は正しかったようだな。思考を止めてはいけない。気を見計らって。
当は精巧なデザインなの。逃がさないわ。炎の勢いが弱まってきている。逃げるつもりだぞ。君はアスターの行方を見ている。君たちの回答を楽しみにしている。存在と感知され、知識こそは万物の尺度。真理を探り尽くし、誤謬を根絶する。鉄雲弾毒マイナスだ。失せろ。目標出現、最終の準備を。リラックスして深呼吸。ありがとう。まだまだ。そこ零点だ。次。ないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。僕が質問する番だ。頭を働かせろ。観測の記録を開始する。ほら、塩分補給。ありがとう。誰でも構わないわ。逃がさないわ。検証よ。乗れ。遠くに行くためならどんな手段でも全部使ってやる。悪くない。プラス5点。リラックスして深呼吸。ありがとう。分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。親戚である。君たちの回答を楽しみにしている。これに答えてみろ。
ちゃんと直さないと。順番にね。役を持つ。思考を止めてはいけない。逃がさないわ。存在と感知、知識こそは万物の社会。真理を探り尽くし、誤謬を根絶する。お疲れ様でした。よくやってくださいましたね。アスターさんなら医務室で休んでいます。少し驚いただけとのことなので、ご安心ください。それと、あなたたちが敵を追っている間に、防衛課が失踪していた被害者たちを見つけました。結論、彼らは全員無事です。アドラーさんのおかげですよ。彼らはある空間器物の中に落ち、そこから抜け出せなくなっていました。ですが、回収課で最も器物に詳しい人物が内側から彼らを解放してくれたのです。アーランさんたちが駆けつけた時、失踪者のほとんどはショックのせいで息も絶え絶えになっていましたが、幸い命に別状はありません。はい、これで終わりです。すべて解決しました。残りの問題は宇宙ステーションの中だけで収められるでしょう。どうかヘルタさんに代わってお礼を言わせてください。レディ、ありがとうございました。ただ今回の事件においてはまだ一つ解決していない重大な疑問が残っています。しかしそれは私が処理すべきことですね。お待ちしておりました。事件の余波はまだ消えていない。君たちは多くの問題に対処しなければならないはずだろう。それとも宇宙ステーションの安否は君には関係ないのか。回答、私はそのために来ました。何しろ事件の本当の主役はここにいるのですから。
いつから僕を疑っていた？学術研究に従事しているとどうしても一つの物事を信じることが難しくなってしまう。むしろそれを疑う方がはるかに簡単なんだ。最初からですよ、デイシオさん。私にもあなたと同じ悪い癖がありましてね。それは光栄だな、スクリューガムさん。だが早々に見抜いていたのならどうして何も言わなかった？好奇心があったからです。ロンリ、私はあなたと同じ決定をしました。それはつまり同行して観察すること。ほう。それでいつ確信に至ったんだ？結果から言いますと、今回の襲撃では軽度の精神的なダメージを除き、実質的な被害を受けたスタッフはいませんでした。これはアナイアレイトギャングの手口と一致しません。ロンリ、彼らを救ったのは第三者だった。僕が偶然霊下の火種を手に入れ、冥下の転送に干渉していなければ、あいつらは今頃宇宙のゴミとして窓の外を漂っていただろうな。あなたは計算以上に率直ですね。だが結局は君の計算のうちなんだろう。最後の質問だ、スクリューガム。君のような天才に僕がこんなことをした理由を導き出せるか？断定はできませんが、推論。弱者に救いの手を差し伸べることは医者としての良心。その後、事態の成り行きを傍観していたのは学者としての厳しさでしょう。そして黒幕として全体を操るのは天才への挑戦といったところでしょうか。さすがはスクリュー性能、人の心をよく理解している。ただ残念ながら天才と同じように大衆から離れてしまっているようだ。君は一つ間違えている。傍観こそが真の治療なんだ。この世界には愚鈍という病があり、それはどんな病気よりも根絶が難しい。知恵の運命には理屈も論理もない。天才たちは星々を渡り歩くが、凡人はその足跡をたどることすらできない。凡人は自ら歩くことを学び、つまずいて転びながら何もなせずに生涯を送るんだ。だが失敗した人生も人生であることに変わりはない。彼らには最後までそれを味わう権利がある。地面に倒れ誰も助けてくれない時、愚者は初めてどう立ち上がればいいかを悟るんだ。僕は潔癖でね、バカアホ間抜けが許せない。見ると死にたくなる。残念なことにこの宇宙ステーションにも博識学会同様天才はいない。凡人だらけだ。あなたが根絶したいのはスタッフたちの天才に対する盲信ですね。僕は自分の疑問を並べただけだ。答えについては彼ら自身が明らかにするだろう。否定的な心情を抱いて模索することもまた一種の探求だ。同じように僕たちが正しいゴールにたどり着くための助けとなる。凡人が啓蒙を得るために必要な過程なんだ。なるほど。あなたは確かに学者というより医者に近いようですね。僕が残した小さな火種についてはアスターさんが適切に処理するでしょう。それも彼女に残した課題だ。さてそろそろ失礼するとしよう。この先も天才たちと出会う機会があることを祈っている。きっとその時も今日のように。さまざまな茶番と苦悩が見られるだろう。所詮凡人だからな。
パーツアップグレード。ふっ、逃がさないわ。私の時間がパーになっちゃった。